はい、というわけで新企画、はい、トライブクロスオーバー、はい、ということで今日は僕とおみちゃん2人で、はい、これ、はい、初回ってことですもんね。シールでクロスオーバー新企画なんでしょう。新企画いいんですかね、僕らが初回でねえ、俺たちとトーク苦手だよね。トークが一番苦手ですね2人でね、対談ということで、はい、まあね、2人で話し出すともうほとんど放送できないことばかり、うん、でも一旦手元にこれあるんで、そうね、初回ということで今日は、そうそうそう、乾杯します。お酒も食事も準備していただいて、ね、準備していただいたみたいなんで、はい、まあ、新企画なんで、なんせね、はい、ちょっとこれから皆さんご覧いただくこのコーナーはふわふわしたものになっておると思いますけども、うん、まあ、楽しんでいければ、はい、はい、よろしくお願いします。乾杯。はい、番組なのにお酒を飲んでいいという、しっかりね、高田さん、うん、宝酒造さんのこのレモンサワーで日本元気にプロジェクトのスペシャルサポーター、丸読みするやんスペシャルサポーターになったんですか。そうなんですよ、まあ、今でも人気があるじゃん、レモンサワー。そうですね、なんか OL の人がめちゃくちゃ飲むって聞きました、レモンサワー、ね、そう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 、なんかビタミンも取れて、うん、楽しくお酒が飲めて、うん、人気があるということで、いろんなこう種類のレモンサワー、うん、ま、出されて、まあ、LDH 的にもこれまで日本を元気にっていうね、はい、あのテーマでやってきましたけど、また新しい角度から、いろんな形でこう日本元気にできるようにっていうことで、うん、宝酒造さんがレモンサワーを用いて、盛り上げていきたいっていうところに、うん、おこがましくもレモンサワー日本元気にプロジェクトのスペシャルサポートとしてご任命いただきまして、うん、また書かれたんですね、早速レモンサワーで日本元気に大事を書かせていただきました。めちゃくちゃ相変わらずうまいですねいやいや、これも本当ちょっとすごいわ、2分ぐらいでサッと変えていや本当にうまいわ、本当は200枚ぐらい変えてる厳選された、厳選、ね、もうね200枚ぐらい変えたの、本当にお家で変えたんですけど、うん、いや本当に相変わらずのこの字、もうなんか浸透してますよね、この字の感じが。なんかもう、それこそエグザイルごとだったりとか、あの LDH でそれこそね、今日準備してもらってます、キッチンやったりとか、う、ね、うん、お店の看板をね書かせてもらったりとか、そうそうそう、じゃあちょっといつかあの家建てたら表札書く、あ、いいですか、超嬉しい、それやばいですね、登坂ヒロミ、バレてしょうがないって、うん、はい、まあ僕らも宝酒造さんと一緒にね、うん、レモンサワースクワット、これでも実際プライベートでも飲みます、これね、めっちゃ飲むよ、俺も家に結構あります、なんかもう冷蔵庫映えしますし、ね、そうそうそう、この黄色がそう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 めっちゃ入ってるから、そうだから結構家でも普通に普段から飲むにしてる感じなんでね、しかもやっぱ自粛期間がさ、うん、長かったから、何してました、自粛期間。いやーねー、いや意外とさ、やろうと思えばさ、うん、何でもやれる、やれることですね、まあ、もちろんそのレコーディング、まあ、ちょっとしたレコーディングのやつもあったりするんで、うん、そこで歌撮ったりとか、ミュージシャンと一緒に、うん、あのいろんな相談したりとか、まあ、オンラインでいろいろやり取りしたりとか、うん、あとは本当あれだよ、日頃やんないこと、うん、DIY 的なやつとか、うん、なんだ、あと模様替えとかさ、うん、掃除とか、そう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 なんか改めてなんか断捨離とかする人多いって言ってましたもんね、うんうん、俺も結構やりましたもん、断捨離かなりしたね。だみんなね、おうち時間長かった分断捨離したり、そう DIY したり、うん、僕もだからずっとリモートで楽曲制作とかずっとやってたんで、うんうん、なんだかんだそのすっごい退屈な時間過ごしてたかって言われるとそうじゃなく、ね、意外となんかやることやってたなって、そう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 、感じでしたね、うん、なんかね、俺家のソファーがスウェード素材で、はい、カピカピになってて、うん、でそういうのもこういろんな道具買ってお手入れしてみたりとか、普段絶対やらないような、やらないようなとこですよね、そうそうそう、うん、だからもう、めっちゃわかる、大体のカビはもう消せるね大体のカビは消せる、うん、徐々にね、お仕事も
この間、まあ、LDH としてもライブオンラインやったりとか、うんうん、ちょっとこう少しずつ状況見ながらでも動き始めて、今日久々に2人でスポーツ紙そう取材受けましたね。取材受けてめっちゃ久々じゃないですか、2人で。めっちゃ久々、まあ、今回のこれもそうですけど、うん、だからハイローとか、そうね、青宮兄弟出た時の PR でたくさん雑誌とかテレビとか、うん、出させていただいたりしましたけど、めちゃくちゃやったもんね、あの時もね。めちゃくちゃやりました、うん、まあ、それだけこうたくさんの人たちに注目していただいた証拠というか、うん、ありがたい話ではありましたけど、あれからもう4年、撮影が4年前とかが、だからこの間太陽さんが僕にこの写真使っていいとか言って連絡くれた、うんうんうん、あれとか超だ、そのフィリピンでハイアンドローを撮影した時の、そうホテルで毎日2人でトレーニングしてた時の、あんだけいたらもう俺らの第二の故郷フィリピンだから、ね、もう本当になんか正直めちゃくちゃ大変な撮影だったじゃないですか、はい、毎日猛暑の中、うん、やったりとかして大変だったんですけど、あれあれあれ、そんな話よりもなんかイケメンが来たよ、イケメンが来たな、イケメンが来たの、カズマどうしたの、スキャンダル、スキャンダル謝りなんか持ってんな、持ってるね、完全に営業の匂いがする一人だけ仕事しに来たからすごいな最近ね出されましたね、はい、出させていただきました、ちょうだいよ、ちょうだい、いいんですか、ちょうだい、シンシアですよ皆さん、シアシンですよシアシン、そう訳すんだシンシアですよ、シンシアって誠実っていいね、そうですね、ほう合ってるね、確かに、うん、あ俺じゃノーシンシアっていう逆誠実いやー、おめでとうございます、おめでとうございます、いやーいいね、いつ発売したんですかこれは、6月23日です、うん、税抜き2400円、さぞかし売れたんでしょうな、いや売れてるんでしょう、分かんないですまだ、私ね前もってくれましたけども、うん、サインとメッセージね、一人一人にちゃんと書いて、結構高くで売れたよメルカリ、メルカリとかで犯人すぐバレる、まあせっかくなんでね、はい、座ってもらって、あ、うん、お邪魔します、一緒に話そうよ、というわけでね、シンシア改めていただきます、カズマのシンシア、ありがとうございます、素敵だね、ちょっと聞いたけど18ポーズもやってんでしょ、そうですね、もう18ポーズってはもうパリコレじゃんいや下手したらね18コーディネーターそういう可能性はありますよね、俺のフォトエッセー3、4ポーズでしたけどね、でも不思議でしょすごいね、しかも何日で撮ったんだっけ、3日間でロサンゼルスで、はい、3日間で18ポーズはもうもうね皮膚破けるよ服の脱ぎ服の着る着脱ぎでもうすごいね、もう撮っては着替えて撮っては着替えて移動して移動して、あそうですね、大変だよねフォトエッセー撮んの、俺もすっげえ大変だ、朝から晩まで、朝から晩まで、 ね、あそう、日があるうちに撮るのと暗くなってから夕景狙いとね、いろいろあるもんね、え、ワンカット目はどれとか覚えてる、ワンカット目はあの結構序盤の方の、うん、最初の料理作ってるところが一発目でしたね、ボーダーの服で、はい、あこの辺です、確かにね、まだちょっとこう硬さ残るウイ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 言われてみればですよねこれ一番最後でしたって言われたら多分あもうリラックスしていい表情だですいいねいいね、嬉しそうな、うん、いやね俺結構ね好きなページいっぱいあるけど、いやなんかねあんまやっぱほら見たことない姿を見たいじゃん、うん、そういう意味でやっぱここら辺かっこいいじゃん、女の子がね、うん、ああまりね見たことない、うん、ワルカズマね、ワルカズマどうだった、充実してた、めっちゃ充実しました、あそう楽しすぎました、初 LA だったの、初 LA でした、うーん
LA に行くのも初めてで撮影だったんだ。これそうですね、あそう、じゃああれだね、あんまり堪能せず終わっちゃったでしょ、まあ、撮影で行くだけ行って。そうですね、なんか遊びに行った感じではなかったですね。大丈夫だよ、もうあとちょっとしたらもう戸坂さんなんか今もあれだから海外で撮影させてくださいって言ったらまず3週間だね、3週間は3週間欲しいって言われて1週間に1日かな超仕事しないじゃん俺3週間に3日もらえたらラッキーここで撮ってって、そうそうそう、あとはもうプライベートそうそうそうとか、あこの瞬間にカメラマン呼んでって言うすごいな、そういうのになるから、まあ、ちょっと夢だ、夢っすけどね、そんなスケジュールで撮ってみたいけど。でもさ海外あるあるよね、うん、大変なの。そうですね、だってあのなんだっけ、ミュージックビデオをさ、そうですね、うん、あれどこだったっけ、あの変わったとこ行ってたじゃん、あとポルトガル、うん、ポルトガル、うん、すごかったでしょ。ポルトガルとかもう行き方が大変でしたもん。一回パリ経由してドイツ行って、でポルトガル入るみたいな、だからもう移動の方が長く感じるっていうか、いいよね。でもね、うん、俺海外でミュージックビデオ撮ったこと一回もないからね。え、本当ですか。あ、エグザイルなパフォーマーだけなんだよ。そう、もうあの時も置いてかれて、あ、そっか、海外運があんまないんだよ。いいよね、ポルトガリタイよ、はい、うん、絶賛発売中、はい、発売中、皆様ぜひ皆さん お手に取っていただいて、鑑賞用保存用で2冊は手に取っていただいて、はい、お願いします。でもいいよね、23歳でさ、うん、こういうかっこいい写真集が出せる。いや本当っすよ、これ10年後見ても絶対恥ずかしくないじゃん、うん、いや本当そんな感じで、俺も23の時なんか振り返りたくない。俺も全然振り返りたくない。もうなんか各テレビ局にあるデータもうマスターで消去してほしいですもんね。まあ今日 LDH キッチンさんからお食事もお弁当にしていただきまして、一人一個、はい、いただきます。すげえ、すげえお肉うまそう、ね、あじゃあ早速じゃあちょっと、あぜひぜひ、そうだね、乾杯しちゃったね、はい、なんかあ初めてじゃないけどそんなに数多くないですかね、3人で。今日行きたかったのにさ、うん、カズマが忙しいからさ、忙しい、売れてんな、売れてる、いや俺なんかもうこっから多分2ヶ月ぐらい仕事ないからねそれはそれそれだとしたら白や見つけて白やはい、というわけで、はい、乾杯、乾杯。いや、カズマ終わったら連絡しよう。あ、わかりました、うん、というわけで、つまみながらね、行きたいと思いますけど、はい、いただきます。なんか届いてるんですか、質問とかトークテーマ。3人の関係性リアルにはどんな感じ、どんな感じ。